エリザベス・アンジェラ・マーガレット・ボーズ・ライアンは、連合王国の王妃、及び、インド皇后を。1923年に、ヨークコ・アルバートと結婚。1936年に、夫が、国王に即位したため王妃となった。1952年に、夫が肺がんで崩御し、長女のエリザベス2世が即位したため、両者が同盟であることによる混乱を避けるために、 エリザベス2世の即位以降は、エリザベス王大,大号と呼ばれるようになった。エリザベスは、最後のインド皇后である。エリザベスは、父、クロード・ボーズ・ライアンと、母、セシリア・ニーナ・ボーズ・ライアンの四女として、1900年8月4日に、誕生した。1904年に、父親のクロードが、スコットランド爵位である、ストラスモアキングホーン伯爵位を継いだことから、 それまでの称号だったを並ぶるエリザベス・ボーズ・ライアンからレディ・エリザベス・ボーズ・ライアンへと称号が変わっている。1923年にイギリス国王ジョージ5世と王妃メアリーの次男ヨークコアルバートと結婚した。ヨークコ夫妻と長女エリザベス、次女マーガレットはイギリス伝統の良き家庭と王族としての公務等をうまく両立させていった。エリザベスは 様々な公務を引き受け、その恩和な仕草から、微笑みの公爵夫人と呼ばれるようになっていった。1936年1月30日に、ギフジョージ5世が崩御し、アルバートの兄である王太子エドワードが、エドワード8世として即位した。しかし、エドワード8世は、既婚アメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を望み、議会と対立した。 最終的に王冠をかけた恋とも呼ばれ、同年12月にエドワード8世はシンプソン夫人との結婚を選択して退位したため、王位継承順位第1位であった夫のアルバートがジョージ6世としてイギリス国王に即位した。王妃となったエリザベスは国王ジョージ6世と共に夫妻で第二次世界大戦の直前にフランスとカナダ、アメリカ合衆国へ外遊している。 第二次世界大戦中にエリザベスは不屈の意思を見せて、イギリス国民の精神的支柱となった。イギリス国民の士気を鼓舞する役割を果たす、エリザベス王妃を知った、敵国ナチスドイツのアドルフ・ヒトラー総統は、王妃エリザベスを、ヨーロッパで最も危険な女性と評した。第二次世界大戦終結後、体調を崩しがちになった夫のジョージ六世は1952年2月6日に56歳で、 崩御し、エリザベスは51歳で未亡人となった。長女のエリザベス王女がエリザベス2世として王位を継承し、その母親である自身は王妃から王太后となった。ジョージ6世の母メアリー大王太后も翌1953年に死去し、イギリスを出国してフランスで居住していたウィンザー公と、 ジョージ6世の後を継いで、イギリス国王に27歳で即位した娘のエリザベス2世とが、イギリス王室のシニアメンバーとなり、エリザベスは王室の女性の長老格となった。他の王族たちが国民からの厳しい視線にさらされる中にあって、エリザベス王大号は、晩年になってもイギリス国民からの高い人気を保ち続けていた。病弱で、創生した夫とは、 正反対に長女を、全うしたエリザベス王大号は放御する数ヶ月前まで公務を、こなし続けていたが、次女マーガレットが公居した7週間後の2002年3月30日に、101歳で、その生涯を閉じた。1907年頃、エリザベス・アンジェラ・マーガレット・ボーズ・ライアンは、グラームス教クロード・ジョージ・ボーズ・ライアンと、セシリア・ニーノ・キャベンディッシュ・ベンティンクとの間に、10人兄弟の、 第九子、末娘として、1900年8月4日に誕生した。母セシリアは、1783年と1807年からの二度に、渡って、首相を務めた第3代ポートランド公、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクと、同じく1828年から首相を務めた、初代ウェリントン公、アーサー・ウェルズリーの長兄である、初代ウェルズリー公、リチャード・ウェルズリーの子孫である、 セシリアの出自には噂があり、1997年にはアメリカ人ジャーナリストのキティ・ケリーがエリザベスの母親はウェールズ人の家政婦だと言われているという説を紹介した。さらに、イギリス人作家コーリーン・キャンベルは2012年の著書でエリザベスの実母はとある貴族が代理出産母として手配したマルグリット・ロディエという名のフランス料理人だったと主張した。 しかしながら、キャンベルの説は、マイケルソーントンや、ヒューゴー・ビッカーズなどのイギリス王室電気作家によって、激しく批判されている。エリザベスの出生地ははっきりと伝わっておらず、ウェストミンスターのベルグレーブ・マンションズ、あるいは、病院へ向かう、途中の救急場車内で生まれたとも言われている。他にも、ロンドンのハムのフォーブス・ハウスや、母方の祖母ルイザ・キャベンディッシュ・ベンティンクタクといった説が、 ある。出生届は、ハートフォードシャーのヒッチンで出されており、この地は、翌1901年の国勢調査で、エリザベスの出生地として登録されているストラスモアの、カントリーハウス、セントポールズ・ウォルデンベリーの近隣である。エリザベスは1900年9月23日に、当地の教区教会オール・セインツで洗礼を受け、父方のオバレリモード。 ボーズライアンといとこのアーサー・ジェームズ夫人が名付け親となった。グラームス城エリザベスは幼少期の大半をセント・ポールズ・ウォルデンと歴代ストラスモア伯爵家のスコットランドでの居城、グラームス城で過ごした。8歳になるまで女性家庭教師に教育を受け、屋外競技やポニー、犬が好きな少女だった。ロンドンの学校に通い始めると、古代ギリシアの哲学者、クセノホンの著作、 アナバシスの二つのギリシア単語を題材としたエッセイを書き、その早熟な才能で教師たちを驚かせたというエピソードがある。エリザベスが得意とした科目は文学と聖書学だった。その後ドイツ系ユダヤ人女性家庭教師、ケーティ・キューブラーに学び、13歳でオックスフォード・ケンブリッジ・ RSA の資格試験に優等で合格した。 エリザベスが14歳の誕生日1914年8月4日に、イギリスはドイツ帝国に宣戦線復刻し、第一次世界大戦に参戦した。エリザベスの兄4人が陸軍に従軍し、ロイヤルスコットランド連隊ブラック、ウォッチフ兵連隊の士官だった兄ファーガスが、1915年のルーの戦いで戦死している。当初ファーガスの埋葬場所は記録されていたが、 その後失われてしまい、戦争記念施設ルーメモリアルに合葬されていた。2012年になって、ファーガスの埋葬地が正式に認定されて、新たな墓石が建てられている。もう一人の兄マイケルは、1917年4月28日に、戦闘中に、行方不明になった。その3週間後に、負傷したマイケルが捕虜となっていることが、棒づらい案件に伝えられ、 マイケルは戦争終結までそのまま捕虜収容所に捕らえられていた。ボーズライアン家の居城、グラームス城が戦時負傷者の療養場所として接収された時にはエリザベスも負傷者の看護を手伝っている。また、エリザベスは1916年9月16日にグラームス城が大化にあった時に城の所蔵物を救い出すために目覚ましい働きを見せた。 エリザベスが看病した兵士の中には、エリザベスをはじめグラームス上での待遇に対する感謝をエリザベスのメモ帳に記した兵士もいた。イギリス国王ジョージ5世の次男だった、ヨーク公、アルバート王子は、家族からは、バーティという愛称で呼ばれていた。アルバートが最初にエリザベスに結婚を申し込んだのは1921年だったが、この時エリザベスはアルバートからの求婚を断っており、 アルバートは何も考えられない、話したくない、何をすべきなのかわからないと語るまでに失望している。なおもアルバートがエリザベス以外の女性と結婚することは考えられないと抗言したため、アルバートの母であるイギリス王妃メアリーがここまでアルバートの心を捉えたエリザベスに会うためにグラームス城を訪問した。メアリーはエリザベスこそがバーティを幸福にすることができる。 唯一の女性であると確信するようになったが、メアリーの勧めにもエリザベスは首を縦に振ることはなかった。当時のエリザベスはアルバートの自重で、後に初代スチュアート・オブ・フィンドホーン施策に除されるジェームズ・スチュアートにも求愛されており、この関係はスチュアートがアルバートの元を離れてアメリカでの石油産業に身を投じるまで続いていた。 メアリー王女の結婚式1922年2月に、アルバートの妹メアリー王女とラッセルズ子爵との結婚式が挙行され、エリザベスはメアリーの花嫁付き添い人に選ばれている。結婚式の翌月にアルバートは再びエリザベスに求婚したが、この時もエリザベスはアルバートの申し出を断った。王族との結婚生活に不安を抱きつつも、エリザベスが アルバートの求婚を受け入れたのは1923年1月のことである。自由恋愛の末にエリザベスと結婚したアルバートは、エリザベスが貴族の娘だったにもかかわらず、王室の近代化の現れであるとして、イギリス国民から歓迎された。それまでの王子は、伝統的に他国の王女との結婚が求められていたためである。1923年、 結婚式アルバートとエリザベスは1923年4月26日にウェストミンスター寺院で結婚式を挙げた。エリザベスはウェストミンスター寺院の建物の入り口から内部へと向かう時に床面にある第一次世界大戦の戦没者を悼む無名戦士の墓に手に持っていたブーケを捧げた。これは予定外の行動であったが第一次大戦で戦没したアニファーガスを忍んでの ことだった。現在、王族の結婚式では、挙式の翌日に、花嫁がブーケを無名選手の墓に捧げることが、慣例となっている。王族の一員となったエリザベスは、ヨーク公妃殿下の称号で呼ばれることとなった。バッキンガム宮殿でも用された、三代のイギリス国王に仕えた、料理長、ガブリエル・チュミが用意した、結婚式後の会食を終えた後に、 ヨークコー夫妻は、新婚旅行先のサリー郊外のマナーハウス、ポレスデン・レーシーに向かった。その後、夫妻は、スコットランドへ渡ったが、この地でエリザベスは百日関にかかってしまった。ヨークコー夫妻は、1924年7月の北アイルランド訪問を無事に成功させ、当時の労働党内閣から、1924年12月から1925年4月までの、 東アフリカへの外遊を承認された。政権を握っていた労働党だったが、1924年11月の総選挙で保守党に敗北し、この総選挙の結果についてエリザベスは驚いたと母親のストラスモア伯爵夫人に書簡を送っている。英誇り領スーダンの総督だったリースタック教が統治で11月19日に暗殺されたが、 ヨーク公夫妻の東アフリカ外遊は取り留めにはならず、アデン保護領、ケニア植民地、ウガンダ保護領、そしてエイホコリ領スーダンを訪れた。ただし、エジプトは当時の政治的緊張から夫妻の訪問は見送られている。アルバートは、喫音症で公式な場での演説を非常に苦手としていた。エリザベスは、1925年10月以降、オーストラリア人 このエピソードは、後に2010年のイギリス映画、英国王のスピーチで再現されている。1926年に、夫妻の最初の子供で、後にエリザベス2世として、イギリス国王に即位する長女が生まれ、母親と同じエリザベスと名付けられた。4年後の1930年には、次女マーガレット・ローズが生まれている。1927年、 ゴー州訪問1927年に、アルバートとエリザベスはオーストラリアを公式訪問し、キャンベラの国会議事堂の完成式典に出席した。このオーストラリア訪問時に、生後1年の長女エリザベス2世は、連れて行けず、エリザベスは、赤ん坊を残して旅立たねばならないとは、なんと、惨めなことでしょうと日記に綴っている。オーストラリアへの旅程は、ジャマイカ。 パナマ運が大西洋を経由する同じだった。エリザベスはイギリスに残してきたエリザベス2世のことを常に心配していたが、このオーストラリア訪問は避けることのできない公務でもあった。フィジーで行われた歓迎式典では多くの公式客たちから求められた握手に応じただけでなく、式典に迷い込んだ犬の足も握るという行動を見せて大衆を魅了した。 ニュージーランドでエリザベスは風邪をひいて体調を崩し、いくつかの行事を欠席したものの、復調してからは、オーストラリア人、ハリー・アンドレアスの案内のもと、ベイ・オブ・ワイランズでの釣りを楽しんでいる。イギリスへの帰路は、モーリシャス、スエズ運が、マルタ、ジブラルタルの経由だった。帰路の途中で、夫妻が乗船していた感染連絡運が火災を起こし、別の船への避難騒ぎが起こる一幕もあった。 エドワード8世の大戦言。右の署名がエドワード8世、左の署名が3名の王帝たちで、上からヨーク公、アルバート、グロスター公、ヘンリー、ケント公、ジョージ。1936年1月20日に、イギリス国王ジョージ5世が崩御し、アルバートの兄の皇太子エドワードが、エドワード8世として国王に即位した。ジョージ5世は、 生前に、長男が結婚しないことと、バーティとリズベット、そしてイギリス王位に何事も起こらないことを神に祈ると、密かに漏らしたと言われている。即位後数ヶ月で、エドワード8世は離婚歴のある、アメリカ人女性ウォリス・シンプソンとの結婚を主張し、大騒動を巻き起こした。この結婚は、法的には可能であったが、イギリス国王たるエドワード8世は、イングランド国教会の長でもあり、 当時の国教会では離婚した者が再婚することは認められていなかった。当時のイギリス首相ボールドウィーンもイギリス国民がシンプソンを王妃と認めることはありえないとしてこの結婚に強く反対した。エドワード8世は立憲君主制の王としてこの首相からの勧告を受け入れざるを得なかった。そして最終的にエドワードは シンプソンとの結婚を諦めるのではなく、イギリス国王からの退位を選択し、1936年12月11日に、エドワード8世の弟ヨーク公アルバートが、ジョージ6世として即位することとなった。ジョージ6世とエリザベスは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国並びに、イギリス自治領の国王、王妃となり、1937年5月12日には、 インド皇帝、皇后の称号が加わった。エリザベスの王妃の冠は、プラチナ製で、ビクトリア女王以来、イギリス王室に伝わるインド産のダイヤモンドである恋、ヌールなどで装飾されていた。退位したエドワードとシンプソンは結婚し、ウィンザー公夫妻となったが、ジョージ6世はシンプソンに対して、皇爵夫人としての礼は取らず、エリザベスも、このジョージ6世の姿勢を支持した。 さらにエリザベースは、シンプソンのことを、あの女と呼ぶようになった。諸国歴法1938年の夏に、国王夫妻はフランスを公式訪問する予定だったが、エリザベスの母親ストラスモアキング伯爵夫人、セシリアニーナが6月23日に死去したため、3週間、延期された。この時、2週間で、ファッションデザイナーのノーマンハートネルが、 エリザベスが喪中に着用する白の喪服を用意している。このフランス訪問は対等するナチスドイツからの武力侵攻に対して英仏両国が一致して協力する体制を強固にするためのものだった。フランスの報道陣は国王夫妻の振る舞いや人柄を称賛し、ハートネルが用意した白の装束もこの公式訪問の成功に一役買うこととなった。 他国に対するナチスの強硬姿勢は止まらず、イギリス政府は来たるべき戦争への準備を余儀なくされていく。このような情勢の中、1938年9月にドイツとの武力衝突を回避するミュンヘン協定の締結に成功した首相ネビル・チェンバレンは、バッキンガム宮殿のバルコニーに国王夫妻と共に姿を見せ、国民からの大きな喝采を浴びた。 国民に広く受け入れられたナチスドイツ総統アドルフ・ヒトラーに対するチェンバレンの融和政策だったがイギリス庶民人からは批判の声もあった。歴史家ジョン・グリークはこの時期のジョージ6世の政治的行動がここ数世紀のイギリス国王の中で最も憲法に違反していると書き残している。ただし当時のジョージ6世の行動は政府の助言に従ったものであり、 憲法上何の問題もないと評価する歴史家もいる。1939年5月、カナダ訪問時の国王夫妻1939年6月にエリザベスとジョージ6世はカナダとアメリカを歴訪した。アメリカではルーズベルト大統領とホワイトハウスで会談し、さらにハドソンバレーのルーズベルトの支度も訪問している。ルーズベルトの妻へのアは、 エリザベスのことを完璧な王妃、教養豊かで優雅な女性で、寛容なその言動は常に正しい。ただ、少しばかり王妃であることに気遅れしているよう感じがするとしている。この北米訪問は、戦時中の大西洋横断航路の確保への協力を求めるとともに、カナダが英連邦王国の一員であり、イギリスと同じ国王をいただいていることの確認でもあった。 広く知られる噂話として、防和戦争に従軍した退役軍人がエリザベスに、陛下は、スコットランド人ですか、それともイングランド人ですかと尋ねた時に、エリザベスは、今は一カナダ人よ、と答えたというエピソードがある。国王夫妻に対するカナダとアメリカの民衆の歓迎は熱烈なもので、ジョージ6世とエリザベスが全国王エドワード8世の、 単なる代理に過ぎないのではないかといった意地の悪いあらゆる世論を運算無償させた。エリザベスはカナダ首相マッケンジー・キングに今回の訪問は我々を勇気づけてくれましたと語っており、その後も講師にわたって何度もカナダを訪れている。第二次世界大戦1942年10月23日、英国訪問中の米大統領夫人エレノア・アルーズベルトと 国王夫妻1944年5月19日、D デーを目前に特殊空挺部隊を激励する第二次世界大戦を通じて、ジョージ6世とエリザベスは反ファシズムの象徴となった。1939年9月、イギリスがドイツに宣戦線布告して間もなく、赤十字社の活動を支援するための資金を集めるための書籍の出版が計画された。50名の作家、 芸術家が参加した、この書籍の表紙は、写真家、セシル・ビートンが撮影した、エリザベスのポートレートで、書籍の売り上げが、赤十字社のために使われた。第二次世界大戦初期の、いわゆるマヤカ市戦争の頃に、エリザベスは、敵兵の侵入に備えて自ら拳銃の撃ち方を学んだこともあった。戦争が激しくなっても、 エリザベスは戦火を避けて、自身がロンドンを離れることも、子供たちをカナダに疎開させることも公に拒否し、ロンドンがドイツ空軍による大空襲にさらされる中、当時の内閣からの避難勧告すら拒み通した。この時エリザベスは、子供たちは私のもとを離れません。私は国王陛下のもとを離れません。そして国王陛下はロンドンをお離れになりませんと語っている。 さらに、バッキンガム宮殿が空爆の直撃を受けた時には、爆撃されたことに感謝しましょう。これで、イーストエンドに顔向けできますと言い放った。エリザベスは、軍、病院、工場、さらに、ドイツ空軍の爆撃目標となった場所、特に低所得者の多いロンドン公安近辺のイーストエンドを何度も慰問している。このような場所への王妃の訪問は、 当初、反感を買い、ゴミを投げつけられたり、罵声を浴びせられることすらあった。これは、戦時中の物資欠乏に苦しむ人々と、高価な衣装を身にまとうエリザベスとが、あまりにも乖離していたことにも一因があった。これに対しエリザベスは、国民が王妃に会う時には誰でも、最高の服を着てくるから、自分も同じようにしただけだという意味の釈明をした。結局、ノーマンハートネルが、 王妃のために優しい色合いで黒を避け希望の虹を表すような衣服をデザインした。国王夫妻は昼間はバッキンガム宮殿で執務についていたが安全上の問題や家族の関係などで夜間は3 2トルほど西にあるウィンザー城で子供たちと共に過ごしていた。ウィンザー城の職員も徴兵されて残り少なくなっており多くのさらに 窓ガラスは空爆の爆風で吹き飛ばされ、代わりに板が打ち付けられていた。敵国ナチスドイツの指導者、アドルフ・ヒトラーは、イギリスの士気に多大な影響を与えるエリザベスをヨーロッパで最も危険な女性と評した。しかしながら、第二次世界大戦参戦以前のジョージ6世と、エリザベスは多くの閣僚や国民と同様に、 ドイツとの融和政策を進める首相チェンバレンを支持しており、世界中が疲弊した第一次世界大戦の教訓から、いかなる理由であれ、戦争は避けるべきだと信じていた。1945年5月8日、ヨーロッパ戦勝記念日に、バッキンガム宮殿のバルコニーに立つ、国王一家とチャーチル1940年5月に、 それまでの対ドイツ優和政策が破綻したチェンバレンが首相を辞職すると、ジョージ6世は海軍大臣のウィンストン・チャーチルに組閣を命じた。最初のうちこそ、ジョージ6世はチャーチルの性格や真意を疑っていたが、やがて国王夫妻揃ってチャーチルを尊敬し、称賛するようになっていった。第二次世界大戦が終結した1945年にチャーチルは国王夫妻に招かれ、 ミュンヘン協定をまとめた時の前首相チェンバレンと同じくバッキンガム宮殿のバルコニーから国民の喝采を浴びている。第二次世界大戦後1945年に行われたイギリス総選挙でチャーチル率いる保守党はクレメント・アトリー率いる労働党に敗北した。エリザベスが自身の政治的心情を公言することは、 稀だったが、1947年の書簡で、アトリーのことを、社会主義者の楽園を夢見ている人物であるとし、アトリーに投票した有権者を、まともな教育を受けていない、困惑したアるレな人たち。私は彼らを愛しますと記している。ウッドロー・ワイアットは、エリザベスを、王族の中で、最も守党寄りであると評したが、エリザベスは後に、ワイアットに、 私は古き良き労働党が好きですと返している。また、エリザベスは、グラフトン公爵夫人、アンフィッツロイに、私は共産主義者を愛していますと言ったこともある。1951年の総選挙で、アトリーの労働党は敗北し、再び保守党のチャーチルが、権力の座に返り咲いた。1947年に、国王夫妻が南アフリカを訪問したときに、 熱烈な歓迎の意を示した男性を敵意を持った相手と勘違いしたエリザベスが車から身を乗り出して傘で殴りつけたというエピソードがある。1948年に予定されていたオーストラリアとニュージーランドへの公式訪問はジョージ6世が体調を崩したために延期された。1949年3月にジョージ6世は右足の血行障害改善の手術を受けた。 しかしながら、その後も、ジョージ六世の体調は思わしくなく、1951年の夏には、王妃エリザベスと王女たちが国王の公務を代行している。9月になって、ジョージ六世が肺がんに侵されていることが判明した。癌に侵されていた肺を摘出してから、ジョージ六世は回復に向かうと見られていたが、延期されていたオーストラリアとニュージーランドへの国王夫妻の訪問は、 1947年にフィリップ・マウント・バッテンと結婚した長女エリザベス2世が国王と王妃の代理として夫妻でオーストラリアとニュージーランドを訪れるために1952年1月にイギリスを離れた。ジョージ6世が崩御したのはエリザベス2世がオーストラリアへ向かう途中でケニアに滞在していた2月6日のことでエリザベス2世とフィリップは新しい国王。 王廃として即位するために直ちにロンドンへと引き返した。ジョージ6世崩御後、ジョージ6世は1952年2月6日に就寝中に息を引き取った。その後、間もなくして、エリザベスは、エリザベス王対合陛下という称号で呼ばれるようになった。国王の未亡人はその後も王妃と呼ばれるのが普通だったが、エリザベス王妃の称号は、 新たな国王,王となった長女エリザベス2世とあまりに紛らわしかったために新たな称号が採用されたのである。ただし一般的にはエリザベスは王母を意味するクイーンマザーあるいはクイーンマムと呼ばれるようになっていった。アラン・ウォーレンがドーバー城で撮影した王太后エリザベス。エリザベスは夫ジョージ6世の突然の死に打ちのめされスコットランドに陰性した。 しかしながら、首相ウィンストン・チャーチルの説得で、王大号となったエリザベスだったが、公務の量は王妃だった時代と変わらなくなっていった。1953年7月に、ジョージ6世法御以降で、初めての外遊となるローデシア・ニアサランド連邦の訪問を、次女マーガレットと共にこなしている。当地で、現在のジンバブエ大学の前身にあたる、 ローデシア・ニアサランド大学の礎石設置式典に参列した。エリザベスは1957年にもローデシア・ニアサランド連邦を訪れており、この時にローデシア・ニアサランド大学総長に就任し、意図的に様々な人種が交えられた各種行事に招待された。1953年から1954年にかけてエリザベスとマーガレットは、 多くのイギリス連邦諸国を訪問している。また、エリザベスは、イギリス王室の長老格として、自身の孫で、長女エリザベス二世女王の子女であるチャールズとアンの教育にも当たった。エリザベスは、スコットランド北岸のケースネスの人里離れた場所に、あった名城を、あらゆることからの避難場所として、使うために集築させ、8月に3週間、10月に10日間を、 毎年この城で過ごした。エリザベスは、地球となったアマチュア騎手、ミルド名教の影響で、競馬、特に障害競争に興味を持つようになり、その後、競馬は、エリザベスの終生の趣味となった。エリザベスが所有した馬は、およそ500回のレースで勝利している。エリザベスが所有する馬に騎乗する騎手には、青色地に、炭鉱色の縞模様の勝負服が与えられた。 エリザベスが場所だったスペシャルカーゴは1984年のウィットブレッドゴールドカップに勝利し、デボン・ロッホは1956年のグランドナショナルで勝利寸前に突然走るのをやめてしまったことで有名な馬である。この時デボン・ロッホに騎乗していたディック・フランシスは、騎手引退後に競馬を題材とした推理書、世間の噂とは違って、 エリザベスは競馬に金をかけたことはなかったが、自身のロンドンでの邸宅である、クラレンスハウスに、競馬実況中継の優先放送設備を付設し、競馬観戦を楽しんでいた。チャンピオンチェイスとして知られた、障害競争の大レースが、エリザベス王対合生誕80周年を記念して、1980年に、クイーンマザーチャンピオンチェイスに改称した。また、エリザベスには、 美術品収集家の側面もあり、フランス人が家クロードモネ、ウェールズ人が家オーガスタス・ジョン、ロシア人工芸家、ピーター・カール・ファベル・ジェラの作品を購入している。1974年エリザベースは1964年2月に急性中水炎の手術を受け、予定されていたオーストラリア、ニュージーランド、フィジーの公式訪問は1966年まで延期されている。 手術後の療養として、王室所有のヨットであるブリタニア号でカリブ海をめぐった。1966年12月には、結腸癌と診断されていた主要の摘出手術を受けている。この手術によって、エリザベス王太号には人工肛門が増設されたと噂されているが、そのような事実はない。1982年に、 魚の骨が喉に刺さって病院へ担ぎ込まれ、手術によって骨を除去したことがある。エリザベスは釣りも趣味としていたため、後にこの出来事をサーモンに仕返しされたのよと冗談の種にした。1984年にエリザベスは二度目の癌、摘出手術を受け、この時には胸からしこりを切除されている。同年に異閉塞にもなり、手術はせずに完治したものの、 一晩病院に入院した。1975年にイラン皇帝パフラビーの招きに応じてイランを訪問した。当時の中イラン大使パーソンズ夫妻は地位や身分で分け隔てすることのないエリザベスの言動がいかにイラン国民に熱狂的に受け入れられたかを指摘しパフラビーの側近たちにも民衆への接し方をエリザベスから学んでほしいと記している。しかし イランの国情は不安定となっていき、イラン革命が起こり、パフラビーは1979年に皇帝の座から追われてしまった。1963年から1992年にかけてエリザベスは私的に大陸へ22度足を運んでヨーロッパ諸国を訪れており、1976年から1984年には毎年夏にフランスを訪問している。 孫のチャールズ皇太子と結婚し、後に離婚し、自己死したダイアナ元皇太子妃を除けば、その人格と魅力に定評があったエリザベスは、イギリス王室で、最も人気のある王族だった。晩年宝御までの数年間、病弱で、創生した夫のジョージ6世とは、正反対にエリザベスは長寿の王族としても、有名だった。1990年8月4日に90歳の、 誕生日を迎えるエリザベスのためにエリザベスが講演していた300の様々な組織のメンバーなどが6月27日に祝賀のパレードを挙行した。1995年には第二次世界大戦終戦50年の記念式典に参列しているが同年にエリザベスは左目の白内障手術と右全部の移植手術を受けている。1998年には ノーホークのサンドリンガムハウス滞在中に足を滑らせて転倒したことが原因で左臀部にも移植手術が行われている2000年の100歳の誕生日は様々な形で祝賀された国民的俳優ノーマン・ウィズダムとジョン・ミルズが講演したエリザベスの生涯をことほぐ祝賀パレードロイヤル・バンク・オブ・スコットランドが発行したエリザベスの肖像が印刷された20本ド記念紙幣 などである。また、シティオブロンドンのギルドホールでエリザベス・ライリンのもと開かれた昼食会ではエリザベスと同席したカンタベリー大主教ジョージ・ケアリーが間違えてエリザベスのグラスからワインを飲む場面があった。この時エリザベスがすぐにそれは私のよと注意したことが笑い話として広く親しまれている。2000年11月にエリザベスは転倒して 鎖骨を骨折し、年末年始は療養生活を余儀なくされた。2001年8月1日には、軽い熱中症による貧血のために輸血を受けたが、8月4日の誕生日の恒例行事であるクラレンスハウスでの一般参賀には出席し、101歳の誕生日を国民から祝われた。101歳のエリザベスは、2001年12月に転倒し骨盤を骨折した。 だがエリザベスは、古ジョージ6世公漁から50年にあたる、翌2002年の命日2月6日に演奏される、国家水槽には、立ち姿で臨みたいと言い張っている。ジョージ6世の命日の3日後、2002年2月9日に、次ジ女ジマーガレットが、入院中のエドワード7世記念病院で71歳で、公居した。2002年2月13日に、エリザベスは、サンドリンガムハウスで倒れて、 腕に傷を負った。それでもエリザベースは2日後の金曜日にウィンザー城の正常事礼拝道で取り行われるマーガレットの葬儀に出席することを決心していた。女王エリザベス2世をはじめとする王族たちは交代号の隊長がノーフォークからウィンザーまでの移動に耐えられるのかを深く憂慮していた。最終的にはエリザベスの主張が通りウィンザーでの葬式に出席することができたが、 この時エリザベスはマスコミを遠ざけることを望んだため、車椅子でこの葬儀に参列していたエリザベスの写真は残っていない。王太号、エリザベスの棺を運ぶ葬列。棺はイギリス王妃のスタンダードで覆われている。イギリス王妃、エリザベスのスタンダード、ボーズライアン家の紋章は、それぞれ同音の弓とライオンで仮名を表している。 2002年3月30日午後3時15分に、長女のイギリス女王エリザベス2世が枕元で見守る。中、それまでの4ヶ月間は風に苦しめられていた。エリザベスは、ウィンザーグレートパークのロイヤルロッジで放御した。病弱で、創生した夫のジョージ6世国王とは、正反対に長女を、全うしたエリザベスが放御した年齢は101歳で、 イギリス王族としては当時史上最高齢だった。2018年現在では2004年10月29日に102歳で死去したエリザベスの義前にあたるグロスター公爵夫人アリスが最高齢記録となっている。エリザベスの遺体はウィンザーからウェストミンスター宮殿のウェストミンスターホールに運ばれた。エリザベスは自身の庭園すべてに椿を植えており、 イギリス王妃のスタンダードで囲まれた棺に安置されたエリザベスの遺体は、それらの庭園から積まれた椿で飾られていた。この駅兵隊と国防軍兵士が寛大の四隅を見守る中、20万人を超える人々が3日にわたってウェストミンスターホールを訪れて、皇太后との別れを惜しんだ。また、4月8日には、エリザベスの4人の男尊、 エリザベス二世の王子である皇太子、チャールズ、ヨーク公、アンドルー、ウェセックス・ハク・エドワード、そしてマーガレット王女の長男リン・リーシシャク・デイビットが、立ったままで棺を見守る霊天を務めている。エリザベスの葬儀が行われたのは4月9日で、英連邦王国のカナダでは、総督がこの日を記念日とすることを、カナダ国民に問いかける声明を出した。同じく、 イギリス連邦のオーストラリアでも総督がシドニーのセントアンドリューズ大聖堂で開催された追悼式で国別の字を読み上げた。ロンドンではウェストミンスター寺院周辺とエリザベスの棺が運ばれてその埋葬場所となる夫ジョージ6世と次女マーガレットが眠るウィンザー城の成城寺礼拝堂までのおよそ3 7トルの沿道が100万人を超える人々で埋め尽くされた。 エリザベスの棺の上に安置されていたリニースは、生前のエリザベスの希望通りに、葬儀の後に、長女のエリザベス二世女王自ら無名戦士の墓に、捧げた。これは79年前の、当時ヨーク校だった、ジョージ六世とエリザベス・ボーズ・ライアンとの結婚式の思い出を再現したものだった。イギリス王妃、エリザベスの紋章。 イギリス国章とストラスモア伯爵家の紋章が統合されている。ただし、スコットランド王妃としての紋章は別に存在する。大衆からのエリザベス王大号の人気は非常に高く、近年のイギリス王族の中でも屈指の存在であり、イギリス王室の評判を高めることに大きく貢献したと言われている。しかしながら、その生涯を通じて、程度の差こそ、 あれ様々な批判も受けた人物でもあった。イギリス王室に関する著作も多い、ジャーナリストで作家のキティ・ケリーは、第二次世界大戦中のエリザベスが戦時配給物資の規律を守っていなかったと主張している。しかしながら、ケリーの主張は公式記録と矛盾しており、アメリカ大統領夫人、エレノア・アルーズベルトがバッキンガム宮殿に滞在していた時の記録には、 宮殿では配給された食料が出されており、使用できる風呂の輸量も制限されていたと明記されている。さらにケリーは、エリザベスが黒人を人種差別用語で呼んでいたという主張をしているが、これは、少佐コリン・バージェスが強く否定している。バージェスは、人種差別的発言をしたとして、皇太子一家の使用人を告発した、根結の秘書エリザベス・バージェスの夫だった人物である。 エリザベスは公式に人種に関する発言をしたことはないが、歴史。エリザベスと親しかった政治家ウッドローワヤトも自身の日記に白人ではない国の人々の外見は私たちと共通する点が見当たらないと漏らしたときに、エリザベスが私はイギリス連邦を深く愛しています。どの国の人たちも私たちと同じですと言ったことを記している。しかしながら、 エリザベスもドイツ人には不信感を持っており、ワイアットに彼らは決して信用できない、信頼に値しないと言っている。ただし、このようなエリザベスのドイツ人への評価は、二度の世界大戦でドイツと敵対した経験を持つエリザベスと同世代で一般的な教育を受けた人から見れば、ごく当たり前の言動だとも言われている。1987年にエリザベスは、 自身の兄ジョン・ボーズ・ライアンの娘で、名に当たるネリッサとキャサリン姉妹が、精神病院に入院していたことが明るみに出た時に、避難されている。ただし、イギリス王公貴族の新子録、バークス・ピアレージには、この二人が個人として記載されており、これは母親であるフェネラが、バークス・ピアレージからの記入用紙を埋める時に、非常にぼんやりとしており、一族の記載を中途半端に終わらせてしまった。 ためではないかとされている。ネリッサはこの事件の前年1986年にすでに死去しており、その墓には続き番号が記されたプラスチックのタグが付けられているだけだった。エリザベスはこのような監修が行われていることを聞かされた時には大きな衝撃を受けたと反論している。建築家、ヒューカッソンはエリザベスのことを岩を砕く波だった。彼女は穏やかで優しく、 そして魅力的な女性だったが、強い不屈の精神の持ち主でもあった、波が岩にぶつかるときには、海水のしぶきが、陽光にきらめいて、美しい踊りを見せる。しかし、隠れた波の下では固く頑強な岩が、砕かれていっている。彼女には、強固な主義主張、勇気、そして、義務感が隠されていると評している。俳優ピーター・ユスティノフは、自身が名誉総長。 エリザベスが総長を務めていたダンディ大学の儀式で1968年に学生たちのデモに遭遇した時のことを語っている。厳粛な行進に出くわしたんだ。その時、学生たちがトイレットペーパーをこっちに向かって何本も投げつけてきた。ペーパーの端は学生が握ったままだったからリボンみたいに糸を引いて飛んできたよ。それを目にされた陛下は足を止めて、 誰かの落とし物を拾うみたいにトイレットペーパーを持ち上げられた。そして、そのトイレットペーパーを学生たちに差し出しながら、これはあなたたちのものでしょう。取りにいらっしゃいと大勢になった。その時の陛下は至って平成だったんだけど、とてもじゃないが何か言い返せるような雰囲気じゃなかったね。あっという間に学生たちはみんな静かになった。陛下は声を荒ら,らげたわけでも何でもなかった。 まるで、誰もがよくやるミスを注意してくださるみたいに、振る舞われただけだった。毅然とした態度というわけじゃなく、この上なく言うまで、魅力的に見えたんだ。だけど、馬鹿騒ぎを沈めるのに、これ以上の方法はなかった。陛下は荒れ狂う波だって、穏やかにできるような方だったよ。ロンドンのザマルに立っている、エリザベス王妃のブロンズ像。 後ろに見えるのは、夫たる国王ジョージ6世のブロンズ像。エリザベスは、辛口のユーモアでも知られていた。ビルマ博夫人エドウイナ・マウントバッテンが、遺言通りに水槽に付されたことを聞いたエリザベスは、親愛なるエドウイナ、彼女はいつも人を驚かせるのが好きだったわと言っている。また、1970年代に保守党の首相が、 同性愛者を雇用しないようにエリザベスに勧告した時には彼らがいなくなったらセルフサービスしろとでも言うのかしらと跳ねつけている通常のボトル20本分の分量が入るネブカドネザルボトルのシャンパンが送られた時に次の休日に家族が誰もいなくてもエリザベスは全部自分で開けると言ったガーディアン氏のエミネ・サネルはエリザベスが正午にジントデュボネ昼食時に 赤ワイン、午後6時にポートワインとマティーに夕食時に2杯のシャンパンを飲んでいるとし、控えめに見積もっても、陛下は純粋なアルコール換算で、週に7リットルの量を飲んでいる計算になるとしている。エリザベスの豪奢な暮らしぶりがマスコミに喜ばれていた。特に、プライベートバンクのクーツ銀行に、数百万ポンドの遠ざかり腰があるのが分かった時には、格好のネタにされてしまった。 エリザベスの癖や習慣は、風習を聞かせたパロディにされることもあった。1980年代のテレビ人形劇、スピッティングイメージに、エリザベスを模した人形が登場したことがあり、女優のベリルリードがバーミンガムなまりで声を当て、さらに競馬新聞、レーシングポストが常に一緒に映されていた。また、ドラマや映画でエリザベスを演じた女優として、2002年のテレビドラマ、 バーティとエリザベスのジュリエット・オブリー2006年の映画クイーンのシルビア・シムズ2010年の映画英国王のスピーチのヘレナ・ボナム・カーターらがいるヘレナ・ボナム・カーターはこの作品でアカデミー助演女優賞にノミネート英国アカデミー賞助演女優賞を受賞したトロントのクイーン・エリザベス通りにあるモニュメント王妃エリザベスと 国王ジョージ6世の肖像が刻まれている。エリザベスの遺産は自身のスタッフに依存されたものを除いてすべてエリザベス2世が相続した。絵画、ファベルジェイック、宝石、馬などを含め総額は7000万ポンド相当とみなされている。エリザベスは崩御する8年前に自身の彦のために財産の3分の2を新宅に拠出したと報じられていた。 遺産の美術品の中でも最も重要な作品は相続したエリザベス2世がロイヤルコレクションに収蔵している。ロンドンのザマルに設置されているエリザベスのブロンズ像は彫刻家フィリップ・ジャクソンが制作したもので2009年2月24日に公開されている。海運会社キュナード・ラインの RMS ・クイーン、エリザベス号はエリザベスにちなんで命名され。 1938年9月27日にスコットランドのグライドバンクで浸水式が催された。この浸水式にはエリザベス本人も臨席し、浸水式の重要なセレモニーであるワインを選手に叩きつけて割る役目を任されていた。しかしながら、おそらくは予定よりも早くクイーン・エリザベス号が海に向かって滑り出してしまった。手が届かなくなるにぎりぎりのところでエリザベスは なんとか、オーストラリア産赤ワインのボトルを選手に叩きつけて割ることに成功した。1954年、2011年3月にエリザベスが集めていたレコードのコレクションが公開され、どのような音楽が好きだったのかが明らかになった。エリザベスは、音楽としてはスカがお気に入りだったらしく、音楽以外では、モンタナスリム、トニー・ハンコック、ザ・グーン、 ノエル・カワードなどのレコードも所有していた。スカ以外の音楽では、イギリスのフォーク、スコットランドのダンス音楽、ミュージカルのオクラホマ、や、王様と私も所有していた。2006年のイギリス映画、2010年のイギリス映画、英国王のスピーチでは、室音症を克服する、ジョージ6世を傍らで支える妻、エリザベスの様も描かれている。 エリザベス王妃を演じたヘレナ・ボナム・カーターが英国アカデミー賞助演女優賞をはじめ複数の賞を獲得しアカデミー助演女優賞などにもノミネートされた2012年のイギリス映画私が愛した大統領ではオリビア・コールマンがエリザベス王妃役を演じた2015年のイギリス映画ロイヤル・ナイト英国王女の秘密の外出ではエミリー・ワトソンが エリザベス王妃役を演じた。ネットフリックス配信テレビドラマシリーズ、ザ・クラウンでは、ビクトリア・ハミルトン、マリオン・ベイリーが、エリザベス王太后役を演じている。ありがとうございます。